回の食べちゃ店舗は西郷村にある三つ和亭。今日はよろしくお願いいたします。赤津さんのために特別、はい、昨日新米を。あら、新弟子ですか。ピッカピカの新弟子に合わせるのはカツと卵。こちらはジャンボカツ丼ですかね。普通です、これで。え、普通？はい、普通です。これで？はい。もうほんとガガ丸関と青山関が見合ってるような。これカツはお客さん来てからお揚げするんで。それがこだわりで。はい、そうです。いただきます。うん、サクサク。はい、うまほー。ありがとうございます。わかります？うまほうっていう意味、うまいの横綱級っていうことなんですよ。白鵬とうまいを融合しまして、 あと3種類ありますんで、今4横綱ですから。新弟子とカツを一緒に食べれば馬の富士。誰だと思います？今、千代の富士ですか。いやー、春馬富士。これはやっぱりその春馬富士関みたいにバネのある筋肉がこのお肉も伝わってるなっていうのが、汁物もいただいて、汁物というかガッツリラーメンですけどね。あ、うまっ。手打ちラーメンなんで。いや、昔ながらの醤油ラーメン、美味しい。それが美味しい食べ方なんですよ。そうなんですね。幕内最高優勝おめでとうございます。いや、嬉しいですね。ごちそうした。もっと美味しいなんですよ。え、まだあります？やめます？いやいやいや、ちょっと一回見させていただいてから決めます。決めました。焼肉定食いただきます。うん、うまい丼。何ですか？これ豚の脂がうまい。ちょっとこれ五栄堂関にこれ食べさせたいな。五栄堂関って焼肉大好きで週6日行ってるんですよ。赤津さん、福島の米を使った三つ和亭の美味しさは？横綱級。立ち合いで松鳳山関の張り手を食らい、テディベアみたいになってしまう五栄堂関。ヒュッ。